男子準々決勝です。西村海斗、山川達馬、東京城北支部の同門対決となります。さあ本戦が始まりました。まず後ろ回し蹴り見せてきました西村です。まあ、いつも道場で練習している仲間ですからね、まあ、手の内はもう知り尽くしてますから、やりづらさもありますか。はい、あると思います。まあ、そんな中でポイントはいかがでしょうか。そうです、まあお互い知り尽くしているだけにどこで攻めればいいかっていうところもまあ分かってるかもしれませんね。まあ、そこをうまくついた方が勝つんじゃないでしょうか。お互い積極的にいってますか。まだそうですね、序盤ですから、こんな感じですね。背中が西村です。画面奥が山川。さあ間合いを取りながら詰めていく突きの応酬、上段狙っていった山川です。接近をして下段も出していく西村。ともに非常にいい体格です。体重は100キロ以上、まあ、ですからあの蹴りも重みがありますよね。はい、そうですね。下段の蹴り、回し蹴りを見せました、見せかけました。残りは1分30秒です。山川選手は通常もう少し突きと下段で手数を多く出していくんですけども、ちょっと技が少ないような気がしますね。まあ、同門対決ということでそのあたり多少変化があるのかどうか。膝蹴り、ここは西村、接近して山川、していく中段、残り1分です。さあ突きに行く、蹴りに行く山川です。西村選手の三日月蹴り気味の前蹴りが非常にいいですね今回。はい、さあ突き合う、少し離れて下段を出していく、残り30秒。さあ手数が増えていくか、突きの応酬になる。さあまたしても突きに下段を混ぜていく、膝も出る、西村選手出ましたね。さあ西村が出る、膝蹴り、下段、さあラッシュに行く。ここで本戦終了。西村選手が若干アグレッシブに最後まで攻撃をしました。判定はどうか。判定であります。判定、引き分け1-2、主審引き分け、引き分け3本で引き分けです。白は2本上がっていました。2分間の延長戦に入ります。西村も2本上がっていましたが3本ないと決着はつきません。ただペースは西村選手が握ってましたね。山川はこの延長戦どうしていきたいですか。もう少し手数多く有効打を決めていきたいところですね。西村選手のああいった前蹴り、中段回し蹴り、ああいった技もよく入ってますし、はい、膝蹴りも。この延長戦の入りも西村はちょっと積極的にいってますかね。そうですね、はい、動きはまだ切れてないですね。さあ接近をしました両者です。両者ともに去年の世界大会の日本代表、西村はベスト16に入りました。西村選手は強豪のゴデルジ・カパナーゼ選手を破って非常にもう一皮むける戦いをしましたので、はいはい、今大会は絶対優勝だという気持ちで持っていると思いますね。そして去年はオールアメリカンでも3位に入りました。月からの下段です。残り1分です。膝を入れた西村、
後ろまし切り、いいですね。さあ山川手数を出していけるか。膝蹴りは西村、また膝キュラム入れてく。縦に行けという外からの声。やめやめ、時間止めてください、時間止めてください。自分の紐も今も積極的に西村が前蹴りに行きました。ちょっとまだ山川選手らしさが、まだ出てないような気がしますね。まあ、弾けた時の爆発力は非常に素晴らしいと聞いてますけれども、どこで弾けるか。残り30秒です。さあここも両者、あーっと顔面に入ったか。西村の突きが顎のあたりに入ったでしょうか。顔面オーダー西村中1です。さあ残りわずか、延長戦、両者ラッシュに行く。突きの応酬、膝も入れる西村。ここで延長戦終了です。まあ、終始西村選手のペースでした。反対取ります、反対。白3本、主審白、そして主審も白です。白4本で西村勝ちました。準決勝進出です。同門対決は西村が制しています。